どうも九州工業大学の渡辺といいますよろしくお願いします、えっと、本研究ではあの昨今、えっと、問題になっています未利用熱エネルギーの回収利用の一つとして、えー、熱電技術というのがあのか、えっと、温度差のみで発電する技術なんですけれども、えー、これの需要が高まっているというところで新しく、あのー、再エネの需要の拡大のためにあのその熱電技術を開拓していくという研究になります でこのデバイスで必要なものとしてはどうやって温度差をつけるかということなんですけれどもこれに、えっと、本研究では太陽光を利用してあげようということになりますでこのデバイスの特徴としてはあの従来の固体素子ではなくて膜上の素子を使うことで大面積化は図れるといった利点もございます。 まあ先ほどど重複しますけども、えっと、従来の熱源素子というのは左上にありますように固、えっと、体素子を成形して、えっとまあ、ある決まった形状でしかあのモジュールというものはできないんですけどもこれだとあの見ての通り作るのが大変で、まあ、生産が困難で小サイズであるという、えっとな、えー、欠点がございます。えー、そこでで本研究では、 あの先ほど申しましたが膜状の阻止にすることで、えっと、フレキシブル性もできますし大面積化も可能であるえまたこの、えっと、塗布膜のお塗布膜ですので、えっと、塗布の原料となるインクというものは液体基本的には液体になりますえそういうことで、えっと、ぶどままりりがが高いといとう利点があります、えー、こういったものを、まあ、今回の肝であるデバイスの設計に関してはあのあの現在お答えできませんけれどもえっと デバイスの熱設計というのを本研究で行うことによって夜でも発電できるつまり夜でも温度差が維持できるデバイスまたこのデバイス形状にすることでピンを使用しないといったスマート形状なデバイスが可能となります。 えーまあ、簡単なものだったんですけれども、えっと、私はもともと材料合成が専門でございまして、えっと、これまでやっぱ作ってきたものがあの世の中に使われないとかあの、えっと、作,作り損って言ったらおかしいんですけどそれが、えっとなかなか困っていることでえっと、何とか作ったものを実社会で利用していきたいというふうに考えています、えー、ただ私材料開発が専門なんですけれどもデバイス化においてはあの当プロジェクトでは 若手研究者の熱専門家であったり、熱伝の専門家だったりという研究者が2名おりますのでそういった3名で共同で実施していこうと考えていますまた従来材料開発だけではなかなか企業さんというのは食いついてこないんですけども本研究ではデバイスの熱設計つまりどのような形状でどのようなサイズで えーえー、っと、設計すれば、あの、温度差がつくのかとか、あの、そういったものも、あの、熱伝導シミュレーションを行って実施していきたいと考えています。えー、ですので、えー、っと、本ブースでは、あの、まあ、本研究の、えー、っと、目的であります、再エネ事業参入を考えの企業さんだったり、えー、っと、熱伝技術を考え、もう、 えっと、携わっているけれども、なんとか、こう、実用化のために、えっと、考えていらっしゃる企業様。えー、さ、な、さらには、と、まあ熱、鉄電塗布膜というのは、あ、塗布膜というのは別に熱電に限らず、あらゆる材料で可能ですので、こういった塗布膜にご興味のある企業様方、などをお待ちしております。ありがとうございました。